XT4 で音の調節の方法を説明したいと思います。このカメラを操作するときに、カメラからボタンを押したときの音とかですね、そういったまたシャッター音とかいろんな音があると思うんですけども、その音を設定することができますので、その方法を説明します。で、まずはこちらのメニューっていうボタンを押してください。そうするとこういう画面が出ます。で、左を押してもらって、このカテゴリーを選ぶことができますので、このスパナのアイコンを選んでください。そしてこの OK を押すと、さらに細かいカテゴリーを選ぶことができます。音設定っていうものがありますので、そちらの方を OK を押してください。そうすると、このような画面が出てきます。で、このようにいろんな音の調節の設定をここにまとめられております。一番上はですね、フォーカスの音ですね。こちらの方を選択することができます。で、こちらを押していくと、音の音量ですね。音量を3段階に選ぶことができます。オフならオフもできます。またセルフタイマーの音量、そして操作音の音量。はい。そしてシャッター音量ですね。こちらをサイレント撮影に設定するときに活用することができます。で、シャッター音ですね。こういう切った時の音も選ぶことができます。そして、再生音量、動画を再生するときとかの音量ですね。こちらの方も選ぶことができます。ここで、いろいろ変更することができますので、ぜひ自分なりのお好みに設定していただければなというふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。